第2回司会文書と天使と巨人。聖書に出てくる神の子、巨人、大洪水とは一体何だったのでしょうか。しかし絵の具書に目を向けると戦士時代の情景がもう少しはっきりと見えてきます。1616年、ウォルター・ライリー卿は世界の歴史を書き下ろしました。ロンドンタワーに幽閉されていた時のことだそうです。この時代にエチオピアで発見され、ゲーズ語から翻訳された絵の具書について言及しています。アラム語とヘブライ語で書かれた書物の断片はユダヤ砂漠のクムラン洞窟でも発見されました。これらは現在司会文書と呼ばれています。またギリシャ語で書かれた断片も存在し、この書物は非常に重要なものです。なぜなら神の霊感を受けたかどうかにかかわらず、あるいはフリーメイソンの半分の真実に過ぎないとしても、創世記が言及する戦士時代について多くの洞察を与えてくれるからです。そして洪水の必要性を説いています。また発光体の働きや来るべきメシアの予言的な千年王国について洞察を与えてくれます。絵の具の最初の書に次のように書かれています。その頃人の子らが増えてくると、美しい娘たちが生まれてきました。天の子である天使たちは彼らに魅了され、互いに言い合いました。さあ人の子から妻を選び、子を設けよう。そして彼らのリーダーであったセムジャザは彼らに向かって言いました。この行為に同意しないと、私だけが滞在の罰を受けなければならないのが恐ろしい。すると彼らは皆彼に答えました。我々は誓い合い、互いに呪い合い、この計画を放棄せず実行することを誓おう。彼らは人の子らを妻に寝取り、彼らと一緒に身を汚すようになりました。そして彼女らは妊娠しました。そして彼女らは大きな巨人を産みました。その高さは3000エルに達し、人の獲得物をすべて食い潰しました。そして人が養いきれなくなった時、巨人は彼らに反旗を翻し、人類を食い尽くしました。そして彼らは鳥や獣や爬虫類や魚に対して罪を犯し始めました。彼らは互いの肉を食い、血を飲むようになりました。このように巨人やネフィリムの誕生を語る箇所は創世記6章と非常によく似ています。興味深いことに、絵の具書の第6章では天の子と人の子が交配し、その結果巨人が生まれたという記述から始まっています。この数字の重要性についてはもう少し後に触れます。しかし絵の具書は創世記よりもほんの少し多くの洞察を与えてくれます。ここでは天国の存在、いわゆる天使の一派が遺伝子の混血を行うことを誓っているのがわかります。これは異なる種族の交配です。私がここで使っている言葉は厳密にはこのことを指しています。異なる種族間での遺伝子の混合です。つまり人間と動物や天使のような他の存在との混合です。そしてここで再びプリズムが働くことになります。天使と聞くと、私たちのプリズムはすぐにこのようなイメージを作り出します。これは宗教施設や国民の祝日などの文化媒体によって
幼い頃からあなたにインストールされてきた周到に練られたプログラミングです。天使がどのように見えるのか誰も本当は知りません。そしてもう一つの領域である天国の概念は天使の存在と同じくらい不合理に聞こえます。しかしこの言葉に真実がないわけではありません。天使たちはセムジャザという特定の天使に導かれています。エノク書ではこれらの天使のリーダーを18人以上挙げ10人の長と呼んでいます。このような文章がありそのうちの200人以上が遺伝子の混血を意図して降り立ったことがわかります。そしてそのやり方は単なる欲望の誘惑をはるかに凌駕しています。これは人間の女性を欲する者たちの行動ではなくほとんど軍隊のような指導者の階層で考え出されたよく組織された計画の実行です。ひとたび計画が実行に移されるともう戻れないと知っているからです。行動には結果が伴います。エノクもそれをよく理解していました。エノク書の一部で彼はこれから起こることを悪夢として見ています。私は目を天に向け高い屋根を見ました。その上に7つの水の流れがありその流れは多くの水を伴って大きな囲いの中に流れ込みました。その水は囲いの高さを超えて上昇しその上から溢れ出しました。創世記とエノク書から明らかなことはこれらの天使の存在が人間と同じ遺伝子を持たないことです。彼らは別の領域から来ました。彼らは人間の遺伝子を堕落させその結果巨大な荒廃種の巨人が誕生しました。創世記とエノクの悪夢に記されているように大洪水は必要なことでした。神は地上をご覧になりました。見よ、それは堕落していた。すべての肉体は地上で堕落した道を歩んでいました。遺伝子合成の巨人すなわちネフィリムの誕生は地球上で行われた唯一の遺伝子混成行為ではありませんでした。創世記とエノクが明らかにしているように荒廃種のネフィリムは鳥や獣、爬虫類、魚など地上のすべての生命に対して罪を犯すようになりました。ここで言う罪とは実験的な遺伝子の混血のことです。しかしなぜそれが罪なのでしょうか。また聖書は私たちにいくつかの手がかりを与えてくれます。純血主義の重要性です。このことは遺伝的なモザイク法を通して強調されています。あなた方は私の掟を守らなければなりません。あなたはあなたの家畜に異なる種を掛け合わせてはいけません。あなたはあなたの畑に多様な種をまいてはなりません。天地創造の第一週目に神は世界の遺伝的秩序を確立されました。神は言いました。大地には家畜と這うものを生み出そう。地上の獣は種類に応じて生み出そう。このようなフレーズは創世記一章で少なくとも9回繰り返されています。ヘブライ語のマインは聖書では種類と訳されていますがこれは種を意味します。遺伝子の秩序を維持することは神の創造的な仕事にとって非常に重要です。堕天使の罪は全ての生き物の遺伝的系統の汚染や堕落だけではありません。エノク書では
天使は人類に普遍的な秘密を教える役割も担っていたと説明されています。例えば地上の金属とその加工技術を知らせました。彼らは人類に魔法と挿し木技術、占星術、星座の働き、雲の知識、地球や太陽、月のサインを教えました。そしてその秘密を教えられると必然的にネフィリムの手に渡り、人類は滅び始めました。そして疑問が残ります。その1、天使たちが創造における遺伝的秩序を破壊する明確で組織的な意図を持って地上に降りてきた時、なぜ神はもっと早く介入しなかったのでしょうか。その2、なぜ遺伝子の完全性を維持することが最も重要なのでしょうか。それでは最初の質問にお答えします。ここで神が善良で寛容で慈悲深い存在であるという概念と格闘する人が多いのです。このような悪と腐敗が存在する世界では、慈悲深い神という概念を理解できないことが多くあります。このパラドックスに対する答えはとてもシンプルなものです。それは聖書の暗号とエノクの血統の中に隠されています。エノクの子供がメトシエラだと言いましたが、この名前はとても興味深い名前で、私の好きな名前の一つになりました。ヘブライ語では彼が死んだ時、それは送られるという意味になります。そして聖書の年表を詳しく見ると、洪水が地球を浄化するために送られたのと同じ年にメトシエラがいたことは偶然ではないことがわかります。メトシエラの名前が指す送られるとは、まさに洪水のことです。著名な神学者である A.W. ピンクはメトシエラという名前に込められた大きな意味について書いています。もし神があの子の命は世界の命だと言ったとしましょう。その子が死んだら世界は滅びます。あなたにどのような影響を与えるでしょうか。その子が病気になるたびに世界の破滅が目の前に迫ってきます。メトシエラは聖書の中で最も長生きしました。彼は969歳で亡くなりました。この番号を覚えておいてください。これが最も重要なことです。メトシエラの死は洪水の到来を告げるものでした。メトシエラが187歳の時、ラメクという息子が生まれました。ラメクが182歳の時、ノアという息子が生まれました。ノアが600歳の時に大洪水が起こりました。これはメトシエラが死んだのと同じ年です。シンプルな足し算で合計が969となります。このことから神は人類が悔い改め、堕天使とその子孫であるネフィリムの反逆を拒絶するために約1000年の期間を用意されたことがわかります。ペテロ1章3節ではノアの時代における神の忍耐が記されています。かつてノアの時代に神は苦しみながら待っていました。神は人間がその生き方を変えるのを1000年近く待ちました。私の精神はそんなに長い間我慢することはないでしょう。というのは、神は人類に十分な時間を与えるという意味です。しかし時間は無制限ではありません。そしてもちろん人間は悔い改めず変化しませんでした。そしてこれらを疑ってみる人は
これは馬鹿げた考えだとして心が肥大化して重くなり、嘲笑ってこう言うでしょう。もし神が慈悲深く全能であるならば、きっと介入してきたはずだ。なぜ最初から待つのだろうか。違います。善も悪も存在することを本当に正当化するものは自由意志です。自由意志の存在、つまり人間が選択し、その結果に耐える能力こそが人間を自由にしているのです。それが真の自由です。もし創造主である神が介入し、結果をコントロールするならば、私たちに自律性はありません。自分の意図とは関係なく、選択の自由を制限する創造主はデフォルトで独裁者です。さらに、悪が蔓延している世界では、そのような悪に従うか、影響を受けるかの選択は、自立した存在に委ねられています。本当に必要な前に介入することは、悪を正当化し、その権力の地位を善より上に置く行為です。正しい道を歩むか、間違った道を歩むかは、個人の選択であり、自分で選ばなければなりません。次の書物では、こう伝えています。ノアは正義の人であり、その世代において完全でした。ノアは、神と共に歩みました。ノアはその世代で、完璧でした。なぜなら、彼は仲間の習慣に屈せず、堕天使の子孫であるネフィリムの指導の下で、地球上で行われていた原始根結の道を歩むことを選んだからです。ノアに罪がないわけではありません。しかし彼は神と共に歩み、言い換えれば神は彼の羊飼いでした。そして神の誘導に従って、やがて遺伝子を堕落させることになる偽りの指導に抵抗したのです。遺伝子の完全性を維持することは正義のために不可欠な要素であると言われています。なぜでしょうか。まず第一に、神の定めた血統の階級分けに従うということです。私たちは自分の遺伝子を他の種族と拡散させるために作られたのではありません。その重要性は、神の子である天使のことを考えるとき明らかになります。彼らは別の領域、あるいは天の領域から降りてきたと言われています。彼らの遺伝学は人間の遺伝学とは根本的に異なっています。そして異なる種族には異なる遺伝子があるという概念は理解するのが難しいことではありません。ヘビ、イルカ、ゴリラはすべて非常に異なる遺伝的構造を維持していることは私たちの目にも明らかです。そしてそれは様々な経験を積んで世界を大胆に渡り歩く力を持っています。しかし天上界というのはなかなか理解しがたいものです。そしてこれは私たちのプログラムの一部なのです。私たちは子供の頃、世界というものを教わりました。これらの世界は球状の質量を持つ惑星として差し出されました。しかし興味深いのは、地球とは異なる生物学的、科学的、地質学的、大気的な条件の下で豊富な生命が存在し繁栄しているような別の世界が用意されていないことです。私たちはこの小さな地球とメリーゴーランドのような太陽系の中で孤立しています。私たちは完全に孤独であると信じ込ませるために、彼らは非常に努力してきました。しかしそうではないかもしれません。そして
地動説は嘘だとしても、もし他の世界や領域があるとしたら、その領域の状況は非常に異なっている可能性が高いのです。そして地球上の人間の遺伝子はその環境には適合しないでしょう。聖書は天使と人間を区別することでこのことを明確に示しています。多くは創世記に書かれたように先史時代の世界の遺伝的腐敗について書かれています。神学者のライアン・ピターソンや A.W. ピンクの本を読むことを強くお勧めします。この二人は多くの有名な、そしてあまり知られていない本や詩の優れた分析を行っています。パウロは栄光の聖霊について説明する中で次のように述べています。すべての肉体は同じ肉体ではなく種類があります。人間の肉体よ、獣の肉体よ、魚の肉体よ、鳥の肉体よがあります。天上と地上よがあり、天に属する者の栄光は地に属する者の栄光と異なっています。死者の復活もまた同様です。堕落の中に種をまかれ誠実に消化されます。肉体に種をまかれ霊体としてよみがえります。これらには肉体と霊体があります。これらには人間のような2種類の体が記されています。私たちの領域に属する地上と別の領域に属する天上です。またこの文章では人間の地上での遺伝子と天使の天界での遺伝子が異なるとはいえ非常によく似ていることも示しています。そしてこれが天使と人間の関係を示す理由です。これはそもそも生殖が可能だったということです。次のような一節もあります。神は喜ばせるために体を与え、すべての種族にその体を授けました。天使は本当に生殖することができることを示しています。そしてプサルムにはこのように記されています。マナを降らせて食べさせ、天の穀物を与えていました。人は天使の食べ物を食べました。天使は人に肉をたくさん送りました。天使が食べられるものと同じものを人間も食べることができるのです。ダニエル8章では預言者は天使ガブリエルと対面し、人間の姿をしていると描写しています。聖典は天使と人間の遺伝的類似性を常に明確に示しています。人間が地球の存在であるということは大きな間違いです。つまり地球上でだけ朽ち果て死ぬことができます。そして天使はそうではありません。私がここで言いたいのは、天上界の体と地上界の体の区別が真実であると主張することではありません。天使の存在を証明するものはありません。私が言いたいのは、聖書には遺伝に関する豊富な情報が含まれていることと、大洪水のリセットの主な原因は遺伝子の腐敗であることを実証することです。これこそが洪水に関してひどく見落とされがちな点です。リセットを知っている人たちでさえ、ノアの物語は周期的に繰り返される自然現象のメタファーであり、私たちの領域で世界的な洪水を引き起こすと主張しようとする人がたくさんいます。しかし彼らはなぜ神が洪水を引き起こしたかについて聖書の説明を見落としていることが多いのです。種族間での遺伝子の解約です。何をしたかよりもなぜそうしたのかが重要です。
この話を信じない人たちの鼻息が聞こえてきそうです。彼らは天使の概念を叫びたいはずです。しかしそれは大衆を服従させるために考案されたものです。それ以上でもそれ以下でもありません。天使の話をしたからといって聖典を書いた人たちが遺伝学を理解していたとは限りません。このようなことを信じない人はそのプリズムを崇拝し、自分たちの宗教的な科学の旗を掲げます。聖典を古い支配の手段に過ぎない古風で時代遅れの世界観とみなすようになったのです。そして科学に反対して本当はプサルム詩編139編に目を向けるべきなのです。プサルム詩編139編は実に驚くべき一節です。歴史上の祖先が遺伝学に関して高度な理解を持っていたことを示しています。これが公式の物語であるにもかかわらずです。私は恐ろしくも素晴らしくも作られたからです。私の実体はあなたに隠されていませんでした。私は密かに作られ、地上の最も低いところで不思議な細工をされました。あなたの目は未完成の私の実体を見ました。そしてあなたの本には私のすべての構成要素が書かれていました。それらはまだ何もありませんでしたが継続して作られました。詩編139は人間の生命を創造した神の力に対するダビデの驚きが示されています。コリント人への手紙に自然の肉体に種をまかれ天使に昇華させられたことが書かれています。ダビデは種をまかれる前、つまり生まれる前から自分のすべての記録が神の本に書かれていたことを認めているのです。この本はそもそも生命を可能にするコードである DNA です。DNA、デオキシリボ核酸とは人間の生命の設計図です。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回は DNA について見ていきましょう。